ありがとうございます。感謝です。ダメだ、味方が、あんなに息をようと突っ込んでワンマガされてる。マジつまんなすぎる。ちょっと待って、マジで。俺もう被ったら俺即逃げするわ。ちょっとダメだこれ。あのね、俺もうね、わかったわ。あ、被ったら逃げるわ。あ、これね、よくね、これは、ゆっくりやっていこう。オッケーオッケー、一旦逃げよう。まあ、とりあえずでも300ぐらい漏れてんのか。すげえな。ああ、俺はちょっと気づいちまった。ね。これに合わせたら俺、しょうもねえし、しまくるわ。かぶったら逃げる。うん。かぶって、味方が戦って、ツーダウンとか取ったらギリだな。うん、それでギリだな。ね、ソロチャンピオン取れるわ。マスターか。マスターの斜めハンマー、オッケー。警戒マックス。私たちが釣り合うか見てみましょう。俺がジャンプマスター。ねえな、マイナス75、2回食らったの初めてかも。いや、味方ゲーだな。こうやってるだけでかぶんねえけどな、ほんとに。超簡単だけどね、かぶらせない方法。感度なんですかね。かねえ。あいつら、あれなんじゃねえかな。感度合ってねえんじゃねえの。ね、付き合わなくていいわ。ほんとに。まともな味方来た時だけ付き合おう。ちゃんと。やばい、今の。隠れ切ってからワンマガされたんだけど。意味がわかんねえ。なんかこう、昨日もそうだけど、マジでなんか、あの、なんだろう、多分だからあれかな。バケモン敵がいると、なんか謎の死に方すんだよな。なんで隠れ切ってから体力70くらい持ってかれるのかよくわかんねえ。ね、しょうもない死に方してしまったぜ。ラグチートか？ラグらせるチートでも使ってんのか？隠れ切ってから死ぬもんな。しかも RE45。しかも味方が戦ってるのに、味方の方じゃなくて俺を追いかけ続ける、その脳筋度合い。恐ろしいわ。ねえ。嘘、巻き戻された。グッて。びっくりしちゃった。残り30秒。リングは近い。主神が眼力を与えたもん。敵に撃たれるたびにそう、巻き戻された。10秒。リングが体得してやがるぜ。キングクリムゾンですか？そういうことや。俺の味方はいねえ。存在しねえ。ちゃんとそれを徹底していこう。味方はいねえ。同感。でこい。いいネタが浮かばないな。いやでもチャンピオン2回取って400盛りできたのはでかかったわ。それのおかげでどうにかなってるから。それがなかったらもう最悪よ。ブラちゃんがプラウラーに負けそう。大丈夫か。プレマス隊でプラウラーに負けてる人俺見たかねえぞ。シールドをリチャージ中。こんにちは。傷を手当てしている。結構いる。マジかよ。間違えた。取り手でいいや。傷を手当て
アイオン響き子か、懐かしいな。エリアをスキャン中。あちらの方向に敵がいるはずだ。シールドをリチャージしてるところだ。この場所には俺が足りないな。でよ。俺ツイーブキ使わねえからな、基本的に。ツイーブキ以外使わねえぜ。だからもしこれで何か強化入ったら多分俺はそっちに移行するな。普通にこだわりはあるわけじゃねえんだよな。そう、ネタ武器俺使えねえタイプなんだよな、正直。縛れねえわ自分を。縛るとつまんなくなるゲームが。ニスコでもいいからねえかな。バイスコア欲しい。ランページはねあれむずいよな、マジで。なんかむずいんだよな。射程距離の問題あるから。いや、そうです。周囲環境をマーク中。目標発見。敵はあの方角にいる。てかなんかあれだよね、オフラインゲームとかでさ、簡単すぎてさ、簡単すぎるから縛るわけじゃん。そこなんだよな、順番が違うんだよな。いきなり縛るのやべえ、正直。もうそのゲームを楽しめなくなって。縛りを課すことで楽しむわけだからな、簡単なものを。あちらの方向に敵がいるはずだ。ないな、バスターソードは。他のやつ比べたら逆に見やすいまである。見やすいまである。レコイを行かせる。大当たり。登録ありがとうございます。命中。命恋を生かせる。撃たれてる。あっちに敵がいる。あ、それ神ゲーすぎる。それ最高だわ。いいな、その世界線行ってみてえな。待てよ、俺が知りそうじゃない確証はどこにある。ラスターを設置する。なんだいそのラスタワーは。デプリケーターが降りてくる。撃たれてる。そのエバックタワー何をするためのものだい。撃たれている。戦闘中。リロード中だ。少しシールドをリチャージする。デコイじゃねえか。俺の分身。治療中だ。敵のシールドをぶち破った。あそこに誰かいるな。この場所には俺が足りないな。デコイエスケープを展開。敵のシールドを奪った。テルミットグレネ。ブラハちゃん、車線広げるから。同じとこ来ちゃダメよ。ああ黙られろ。騙されろ。シールドリチャージ中。ダメだねこれ。寄ってきちゃうね。これダメだ、これ打ち返すじゃなくてついてきちゃうから、これ無理だな。ちょっと不可能かもしれん。ついてくるせいでここまで
引っ張られちゃって。車線広げたいのにどん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 押し込まれる。これは困ったぞ。ちょっとこれ戦えないな、これだと。困ったことに。車線広げたいんだけど、俺を肉壁にし始めちゃうな。横に展開したいについてきちゃうから横に展開できねえ。ここでちょっと打ち返してほしいけどね。今エギーの入れたからそこで打ち返してほしいんだけどね。いや、メズム隊が来てるぜ。ドカンとデコイで騙してやるかね。テルミットグレネードを投げた。テルミットグレネードを投げ、出身を信じた。アークスターを投げる。フラググレネードを投げた。敵は投げた。イケメンだな。で、そこを倒したからここ行ってほしいんだよな。ここで倒してほしいんだけど、まあ、俺が角入れるか。噛み合わねえ。あら、噛み合いませんな。こんにちは、今日も配信ありがとうございます。これで全員だ。みんなよくやった。やり、舞台が半分消えたぞ。さあ起き上がってくれ。ほらほらほら、残り1分だ。アミーゴ、リングはすぐそこだ。あともう少し。手当てをしよう。レプリック、騙されろ。ノックダウンシールドを発見。レベル4。軽いシステムだ。ダウンした。エリアをスキャン中。グレネード。攻撃され、ダウンしてしまった。リング閉鎖まで残り30秒。ギリギリのお好みか。いいね。シールドチャージ中。無理ピオだわ。残り10秒、急がないと。いい逃げだ。そう、これ俺の分身ね。俺の化身と言ってもいいな。そこのワンカー俺です。俺と連動してる。ナイス判断。これはね、俺なんですよ。名前あるんだけどね、設定で。あとはワンコロ餅っていうらしい。そう、これね、餅なんですよ。実はね、いいな。そう、いつかね、こんな感じのハムスター欲しいわ。そうなんですよ。
はい、じゃあ、そう、かわいい。かわいくなっちまった。これ、入れるとしたらここだけど、ここ絶対いるもんな。確かに。ハムスターちゃんはね、あ、なんか長生きするやつは本当に、9年とか。あれ、それは長すぎか。なんかでも長くなかったっけ。でもな、死んじまうよ。残り45秒、リングはすぐそこだ。サブスク、のびのびと。ユージーコーフィー様、ディアワンサブスク、ありがとうございます。10ヶ月目ということで、ありがとうございます。感謝です。これがエルスターズ。よく俺の場所分かったな、これ。そうだよな、ここ取ればよかったもんね、こいつら。強すんに、これがエルスターです。だから俺はエルスター使うんすよ。ワンチャン力がすげえ。まさか一人で負けるとは思うまい。一人ずつ来よう。いや、なんかここなかった。裏取りしよって、裏取りしてきたら俺は前に前進するのみよ。強すぎー。いい武器だぜ。ね。てかね、なんだろう。裏取りしてくるんだよね。そう、あれって。せーのじゃなくて裏取りしちゃうんだよな。そう、あのね、なんだろう、そう、裏取りしてくる敵に強いのって何かって言ったら前進するんよ。だから俺ホライゾン倒しに行ったんだよね、上に。そしたらね、あの女本日裏から来たしよ。あれが強いんだよ。そう、ワンオンワンするコツはあれです。そう、挟み撃ちしてくる敵には片方にプッシュ仕掛けるのが一番強いです。あと30秒。だからワンオンワンになって、だからホライゾンも助けてーってなってたと。オーバーヒートしない撃ち方はまあ打ちやめだね。そう、あれ実はね、ワンオンワンするコツはそれです。こんにちは。そうなんだよな。そう、四天王形式にする方法はね、一番それがいいよ。そう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 。キムチ食べてんの、いいね。そう、あの裏取りしてくるんだよ、絶対に。それを逆手に取る。慣れだ、完全に。オクターの後ろにいる。くそ、惜しい。え、多分ね、相手的にはね、一緒に行ったつもりなんだよ、あれって。結局そうだけど、裏取りなんだよな。あ、そう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 、あ、そうだよ。裏取りしちゃダメです、ワンオンワンの時は。ワンオンワンってか、その 1v3 の時は裏取りしなくていいんだよ。よくさ、そのジップハウスとかでさ、やるじゃん、みんな。違うよ、あれ屋上に3人で固まんのよ。そう、あのね、その、挟んじゃダメです。まあ、挟まれなかったら俺が勝てなくなっちゃうから、本当は挟んでほしいんだけど、今みたいな俺に勝ちたいんだったら 100% 挟んじゃダメっすね。せーので3人出てきたらもう勝てねえから。そう、一気にせーのでやったら 225×3 になるから。だけど、裏取りしちゃうと、今みたいに俺が前進してワンオンワンにしちゃうから、そう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 。いや、なんか気持ちはわかる、でも裏取りしちゃう気持ちは。これじゃー、配信ありがとうございます。
そう、人数有利の時はもうゴリ押しです。一番強いのは、こんにちは、ハイボール飲んでんの、いいね、ナイス。そうだね。まあ、ウルトジョーダーが勝てると思ったんだろうけど、俺は負けねえな。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。